じゃろうが。おはようございます。おはようございます。そんなことして楽しいですか？届いた。確かに届いて。ね。おはようございます。おはようございます。寝心地はいかがでしたか、ゆうじさん。この。いや、腰がもうボロボロになるぐらい痛いですね。やはりですか。折りたたみだからこれちょっとへこんでるんですよ。ウリングも全然機能してないですね。しょうがない。猿がいます。モニン。猿がいます。かわいいですね。結構毛むくじゃら。猿がいますね。おっ、おー、飛んでった。おお、おはようございます。おはようございます。ということで、ついに来ました。レンタルの板とウェアを借りて、標高 3000m ぐらいの方まで上がって、そこからスキーで一気に下ります。レッツゴー。じゃろうが。こけないこと、それにつきますな。これはもう数年ぶりのスキーなんで、はい、ちょっとこけないこと、それにつきますな。ゆうじさんは？いや、今日はもう数年ぶりなんでね。毎年一回やってんじゃねえのかよ。こけないことですね。ちょっと太陽出てきたね。太陽出てきた。あ、これか。出ましたよ、ゴンドラ。こちらがゲレンデに続くゴンドラでございます。チャイ？ここでもう出るんだね。こちらがグルマルグゴンドラ。トータル？トータル。トータルじゃん。240×3 は2220。はい、一応ちょっと料金表確認しましょうかね。はい、まだちょっと彼のことを信用してるわけじゃないんで。何事も確認確認確認厳しいです、ね、インド旅行の基本ですから。確認せずに物事を進めるのは怖いですからね。これが視聴者の基準になるわけだから。俺たちが確認することによって、俺たちがもし確認しないで740っつったら、次から来る人はみんな740なもんだと思ってきちゃうからね。ね、Where is the ticket counter? Ticket counter is outside. Where, you give me money, I'll buy. We'll go, we'll go. We'll go together. これ怪しい空気かもしれません。あ、失礼。ゴンドラカウンター。ゴンドラカウンター。This is both of his. Before 4 months.今回はフェーズ1だけということなんで、はい、740一人と、なので2220ということですね。はい、払いましょう。これで彼への信頼が10ポイントぐらい上がりましたね。じゃろうが。ちっちゃいのがあるだけだけど、まだやってないんだよ。今、こうやってね、ゴンドラの乗り場、待合室にいるわけですけれども、空いてないと、ゴンドラがね、そういう感じでおります。はい、はい、なんでなんでしたっけ？なんでかは言ってなかった。まあ、This is India、はい、って言ってただけ。
インドタイムということでもう待つしかないですね。待つしかない、はい、でまあレンタルもまだね終わってないんで。あ、これこれでスキーするらしいよ。ちょっとなんか防水性に欠けそうな。なんかあのさ、六本木にいるおばさんじゃない？確かに。ミシュランじゃない？大丈夫？いや、いいと思うよ。え、なんちゃんのかっこいいな。かっこいいんだけど、色合いが。かっこいい？かっこいい。なんで俺だけロングコートなの？変えてもらえよ。はい、というわけでね、着替え終わりました。こんな感じでね、ちゃんとスキーウェアは借りられます。ご安心ください。はい、オールウェアっぽいけど。まあね、ちょっとあの全体的にこう汚れは目立つんですよ。ちょっと匂いも、はい、ありますけど、まあまあ、こんな細かいこと言っててもね、はい、借りれましたよということで、で、ゴンドラもようやく動き出したので、今からね乗っていきたいと思います。で、スキーと板、板、靴、ストックはね上の方にどうやらあるらしいんで、上に乗った後にね、それを試着して、でいざ、ゲレンデの方にね乗っていきたいと思います。それじゃあ行きましょう。シャロッ、乗ります。ゴー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 、落ちませんように。今12時35分じゃあ10時にスタートしたから、まあ2時間半ですね。待ちましたね。東京出発すると新大阪に着いてしまいますね。何が？圧雪してるよ。圧雪してる、ちゃんと。こっから出すみたいだよ。ここで履くの？なんか用具。サティ？冷たい。冷たい。よ、一緒冷たい。やつできた。しんどい。でも冷たい？冷たい。だってここに置いてんだぜ。おい、控えてよ。やーし、ボールボール控えて。おい、ここしかはめられてないんだけど。これで固定。マジ急に、ほらほら、めちゃめちゃ景色いいよ。これから、ビンディングの調整をねするみたいです。あ、これからなんですね。これからもう靴履いちゃったけど、ビンディングの調整を今からする。多分履いた状態でね、あのサイズ調整と、あとあの開放値多分やると思うんですけど、果たしてインド人に開放値の概念はあるのか、ちょっと気になるところではありますけどね。開放値ないんじゃないですか。だからこけないことが大事。足が痛い。あれ、ゴンドラ動いてるよ、上の方まで。ほら、お客さん、レレ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 レ、なんかさ、これって普通 ボルトとかでやるんじゃなかったっけ。What kind of guy? That course. Guy, guy. It's ski guy. How to ski? No. You tell me how many persons you want with you. One, two, three. One, じゃない? Or more than three. Oh, one day. We can play ski, so. But the one person who will show you the way how to go down, the best slopes, right. You can have fun. The local one who is working here as a ski guide. Yeah. Maybe, so he, huh? Maybe you? Maybe me? Yeah. One, yeah. We have many here. You tell how many you want. One, two, three, one. More than three. One is okay. One is okay? We know how to ski. Yes, you know. We will just follow you. Okay. So you can go fast and we will follow you. Yeah. You guys know ski, how to ski? Sorry? You guys know how to ski? More than 10 years. Yeah. More than 10 years. Yeah, we don't. We just need to know the route. That's the thing that, that's why I tell you, they are like the one local person who know the good slopes for the ski. So just the same one person. One person. That's fine. That's fine. Okay. It's 5,000 rupees. Sorry? Five thousand? Too expensive. No, it's not expensive. Then 3,000? Have a fun, guys. Cheap for you, I think.
Already we feel. You should have gone. You paid him a ticket, but that's just for up and down, just once. The day pass is different. Alright. How much is it? Day pass. We will go to the again ticket counter. Yeah, then we will buy ticket from there. 2,220 rupees. さあ、行くぞ。じゃあロボだ。サウジが行きます。ジャロガ。今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、いいねとコメント、SNS のフォロー、よろしくお願いします。どうですか、最後の夕食になりましたけど。いい感じのレストランですよ。すごく綺麗。ビュッフェが2500ルピープラス税とで、アルカルトもね、まあ悪くない値段です。多分この雰囲気からすると結構美味しいんじゃないですか。めっちゃうまい。めっちゃうまいっす。めっちゃ美味しい。もうね、止まらない。僕たち今日ここから何も食べないでずっとスキーやってたんで、今日2食目お昼兼ディナー、超うまい。グルマルグの改善点、はい、申し上げますと、1つ目、ゴンドラの券を入手するのに2時間かかった。2つ目、レンタルショップとの連携が薄い、うん、スキーウェアを入手するのにも 1.5 時間かかった、うん、3番、レンタルスキーが屋外とゴンドラの山頂駅にあるので靴が非常に冷えていて寒い、プラス調整に時間がかかる。濡れてるわけじゃないけど。そして4番、全てのプライスが後出しであるということ、最初にね、ここイライラポイントだね。そうそうそう、最初にプライスが何も明示されていないので、全くわからないと。で5番、ゴンドラの料金体系がパッと見わからない。なので、最初に登って降りる券を1人で。俺たち740損したもんね。そう。後々でワンデーパスを同額で入手できる。しかもそれがインド人と外国人で料金が違うということの案内もないと。インストラクターが言うまでわからなかったということ。まあそれが5つですね。あのグルマグルの改善で。でまあこれはしょうがないんだけど、最後はインターネットが全部止まっているっていうね。これはもうしょうがない。これは俺はいいの別に。そこいいんだけど、でも1番から5番に関してはそのインターネットが全部止まっているということを差し置いてもなんとかなる部分なの。いいよ。そう。いいよ。いやそうだと思う。もうここは本当にちゃんと直してほしいと。おっしゃる通り。はい。以上。いいと思う。ここはなんかあれば一応取って。いやだから書いたからもうこれ。もう大丈夫。以上だっつう。